フルマラソンの国際大会でレース途中うんちをしたのに優勝した選手がいる。その選手は驚くべき体力と精神力を持っていることが証明された。レース中に体調が優れなかったにもかかわらず、彼は途中でトイレに行く時間を取らず、そのままレースを続け、見事に優勝を果たしたのだ。彼の忍耐力と勇気に多くの人々が感銘を受けた。選手としての才能と同様に彼の精神力も称賛されている。彼のような選手がいることは他のランナーやスポーツ選手にとっても大きな励みとなるだろう。この出来事はスポーツにおいて体力や技術だけでなく精神面も非常に重要であることを示している。そして困難な状況でも諦めずに目標に向かって努力を続けることの重要性を思い起こさせてくれる。この選手の勝利は単なるレースの優勝にとどまらず、多くの人々に勇気と希望を与えるものとなった。彼の姿勢はスポーツマンシップや精神的な強さの典型として称賛されるべきである。彼の快挙はスポーツ史においても特筆すべき出来事となり、多くの人々に感動を与えた。彼の偉業は決して忘れられることはなく、多くの人々にとって励みとなるだろう。